はい、今日のセカンドチャンネルの動画はニャンニャン忍びというゲーム遊んでいきたいと思います。スマホのゲームです。はいはい、ニャンニャン忍びということで猫の服着てるわけではありません。偶然の位置です。さあこれ見てください、ランキング。カジュアル1位、ちょ総合ランク見てみよう。無料ゲーム総合ランキング2位なんすよ。すごくないですか。1位が気になる。逆に あれかネジ外すやつね。はい、数々のゲームがある中、今ニャンニャン忍び2位です。大人気となっております。どういうゲームなのかと言いますと、まあ、みんなで一緒におにぎりを食べるゲームです。嘘です、これアップデートだな。なんかそういうイベントが来てるだけで、なんかディフェンスローグライク RPG って言ってるんで、ロールプレイングなんですけど、まあディフェンス、タワーディフェンス系っぽいのかな。早速遊んでいきましょう。俺も初めてだからどういうゲームか分かんないけど、なんかエロくね。サーバーから忍法書をダウンロード中。いやいやいや、適当やな。本当に忍法書をダウンロードしてるのだろうか。じゃあ早速遊んでいきましょう。ふゆみタイガ、遅かったな、あかりよ。あかり、師匠、いきなり始まったな。今日は大事な日だからすぐ戻れと言ったはず。それが友達と新しいカフェに行って、カフェに行ってたんか。すみません。なんかぬるっと始まったな。はい、忍びということはやっぱ忍者なのかな。関門に挑戦。あかり、準備完了です。はい、お願いします。始まりましたね。な、ダダサバイバー、あ、ちょっと間違えた。ダダサバイバーライフ、ゲーム性に似てますね。ダダサバイバーの動かなくて良いバージョンなんでしょうか。水遁の術、どんどんこう敵を倒すとなんか使えるその忍術が増えてくるんだと思います。ダダサバイバーと違いますよ、これも全然。だって忍者だから、忍びだから、こっちとら。あー、水遁の術出ましたね。外れたけど来ました。区内の発射、あー、これ雷落とす覚えちゃおう。やばっ、いいゲームだな。見たことないこんなゲーム。攻撃力上げましょう。やっぱ区内を投げてなんぼだから忍者は。いいぞ、よし、どんどん投げてけ。いや見たことないな俺はこんなゲーム。どうしようかな、速度上げましょう。投げる速度を上げて、いいぞいいぞ。でもなんか動かなくていいのいいですね。なんか動くような気もするんですけど、こう、なんか勝手な想像で。動くような気がするんですけども、動かずにこうやって待ってるだけだからすごい。この女の人は動かないのか。マジか。もうほんと立ってるだけなんだ。敵がスライムみたいなやつ来ました。いいぞ。さあ次。そろそろ。よし。これ分裂するようにやるのか、左の。いや。火の玉を覚えます。外れた。これ確かにサバイバーよりかは楽そうだな。区内発射多くします。2個飛んでいくようになった。あ、こうやってどんどん忍者の明かりが強くなっていくゲームですね。爆発区内、区内爆発するのか。いいぜいいぜいいぜ。ウェーブ20までとりあえずあるっぽいんで頑張ります。今のところ超余裕ですけどね。さすがにステージ1は簡単なんだろうか。最近なんかこういうディフェンス系のゲームやっぱ流行ってるな。ダダサバイバーもそう言うとディフェンス系なのか。まあ、自分を守るっていう意味ではディフェンス系のゲームなのかもしれませんが。すごいな、ついに。あの手この手で、忍者に来ましたね。こういうディフェンスゲーム。ただ確かに、すごい楽というか、やることないすぎるね、逆に。誰でも楽しめそうです。攻撃力下がるけど、雷の頻度が多くなるぜ。すごい。だいぶ敵が増えてきたけど、全然処理できてる。点火？火つくようになるの？いいじゃん。いけ。燃えろ！どうしようどうしよう。攻撃力下がるの多いな。まあ、数。その分回数が増えるってことで。攻撃力アップ 80% アップ、約2倍。これはかなり強いんじゃないか。攻撃力 60% アップ。でもクリアじゃね、これ。ラストウェーブ20分の20来たけど、
終わりっぽい気がするこれくらいは楽勝だからね。よし、よし、イエス、イエス、イエス。これどういうゲームなんだ。これで猫屋敷が解放されてレベルが上がりましたと。うん、私の指導が無駄ではなかったようだ。いや、何も教えとらんやんけ。そんな暇があるなら忍術でも忍術鍛えれるのか。猫屋敷行ってみましょう。あ、これでなんか強くできるのか。CM 見たら強くなるのか。行くぜ。よし、来た。なんだこれ、使えんのか。はい、あ、ほんとやった。これで雷のレベルが1上がりましたと。なるほど、いろいろ集めてどんどん強化していけば難しいステージにもクリアできるようになっていくよって感じなのかな。あー、これ人気の理由分かりましたわ。これめっちゃ簡単に言うと、誰でも遊べるゲームですね。シンプルだから多分人気なんだろうな。これ第2関門行ってきます。これシンプルですね。これは人気出るわ。これね、やったことないんだけど、なんかやったことあるんだよな。やったことあるゲームよりかは全然もうやることないし、なんだろう、もう本当に悪口じゃないですよ。本当にいい意味で言うと、やることがないというか、これ見てるだけでいいんですよ。こうやってこうやって見てるだけでどんどんクリアしてくれるんで。もっとレベルが上がったら難しくなるんかな。今のところあんまりその感じは想像できないというか、これ大事になってくるんかね、こういうの。今のところサクサクでございます。ちょっと苦しむというか、ギリギリやばいみたいなところまでちょっとやってみたいと思います。よし、もうすぐステージ2クリアです。まだね、ちょっと前には来られましたけど、全然まだなんかピンチって感じじゃないですね。これ何？新しいなんか左のこれなんだ？これラストか。あ、ぐるぐるのやつね。いやー、全然まだ余裕そうだけどな。いけてますぞ。イエス！え？まだ全然、経験値2倍なんだ、広告見たら。見よう。はい、報酬増やしました。なんか次装備できるようになったな。これなんだ？強化すればいいのか、区内は。あ、これで強化するのね。いや、もうなんかとりあえず強いに越したことはないんでしょう。オッケー。多分次でなんかガチャみたいなの出ないのかな。よし、報酬ゲットして。バカ簡単！なんか人気な理由が本当にわかりやすい。すっごい簡単なので誰でも楽しめますね、これ。これで今できる最大の状態で、第3関門行きたいと思います。いや、これあれだ！人気ですわ！めっちゃ簡単、本当に。さあ、さすがに第3関門難しくなってくるんじゃないですか？やばい！待って、やばい。結構来られてる。大丈夫？え、到着してる？やばい！待って、やばい、やばい、攻撃されてる。やばい！待って。急にそんなむずくなる。あ、ちょっとずつダメージ食らってますね。どうしよう。これはちょっとこれでなんか一掃してくんないかな。やばいよ、やばいよ。ただ HP 3000はあるっぽいんで、ちょっとなんとかしないと。やばい、拡散区内だ。ちょっと区内をなるべくいろんなやつに、もっといろんな敵に攻撃できないとやばいぞこれ。2500、ちょ待って、マジやばいんじゃないこれ。まずいまずいまずい、威力上げよう。よしよしよし、頑張れ。ちょっと待って、結構焦ってきた。いや、区内増やしたいよな。威力減るより数で、ちょっと手数でなんとかしたい今。 OK、 だいぶ前にいるやつらは倒したので、こっからですよ。砲撃上げます。よし、危ねえ、ちょっとヒヤッとした。最初選択ミスるとちょっと急にピンチになるな。悪くない。よし、速度も上げて攻撃力も上げます。区内ベースで戦いましょう。いろんな術使えてもいいけど、ある程度術を絞ってそれを強くしていった方がいいのかもしれないね。ここら辺で火力もさらに上げるよ。もう俺の区内は最強だ。すごいすごい、右にありますね。区内が今レベル7。火の玉がレベル1ってところかな。さあ、敵もかなり増えてきた。楽しいこれ。ちょ待って。ピンチを迎えるとやっぱ、楽しさが分かってくるぞ。範囲大きくします。
やばい、やばい、来てる、来てる。大丈夫？左のその塊、オッケー。よし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 。点火つけます。よしよしよし。なんとかやりくりしてる。いや、もう、雷、やってる暇ないんじゃない？最強の区内で攻め続けるのが一番いいぞ。区内が命中すると、補助区内4つの方向に。区内がすごいことになっちゃう、これもう。うひょー！よし、いいぞ、いいぞ、マジ強い、マジ強い！よしよしよし。もう雷はいいよ。爆発つけちゃう、区内に。もう最強なんじゃない？これもう、区内。ああ、すごいすごいすごい。かなり余裕になってきたぞ。最初はどうなるかと思ったぜ。で、補助区内まで爆発しちゃうと。すごいすごい。うわぁ！ここまで区内行くともやばいな。よしよしよし。かなり余裕です、もう。うわぁ、区内強っ。なるほどね。オッケーオッケーオッケー。特定のやつを強くし続けるのもいい作戦ですね。お前ら、装飾品の用途について覚えている。装飾品？だこれは。ついに装飾品みたいなやつが出てきましたね。上級装飾品買ってみようかな。1回2500。2880円だけ課金しました。ねえ、やんなかったらどうすんのこれマジで。まあ、課金してから楽しみ方がわかるみたいなのがあるからな。俺は上級のやつ、呪霊回せると。え？一瞬、区内ダメージ 36%! これ来たんじゃないですか。で、これ装備で、お任せ強化。いや、大丈夫かな？めっちゃ適当になっちゃった。あ、で、レベル上がんないと、なんか、いろいろつけれないのね。オッケー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 。わからん。もう俺、区内の男になるわ。第4関門いけます。そろそろちょっと難しいんじゃないの？お願いします。なんか、いい装備品、装飾品とか当たった気がするんですけど、結局レベル5に行かないと装備できないから、まだ やばいな。だいぶ最初から全然倒せないぞ。かなり敵が強くなってきた気がします。これ早送りできる、はあ、なんて便利なんだ。どうしよう。これめっちゃ強かったな。早めにゴロゴロ使えるようにしましょう。早送りできるのありがた。やばいよ、マジで敵多い。やばい、スライム来ちゃう。やばい、やばい、来る来る来る。やばい、やばい、触られちゃう。キャー、あー、あぶねー。間に合ってんのかこれ。はい、補助区内。よし、危ない。まだ体力 100% 保ってます。負けたくない、負けたくない。ノックバック。楽しい。これやばい、ちょっとハマっちゃいそう。まずちゃんと確認しようかな。久々、確かにこれは人気だわ。なんか久々になんかハマりそうって感覚があります。爆発区内。さあ、こっからが勝負な気がするぞ。ウェーブが今20分の9、あと半分ちょいといったところか。ここでよし、補助区内が4方向に飛んでいきます。いいぞいいぞいいぞ。ちょっと押されてきてるかな。やや怖いか。いや、爆発攻撃力上げちゃうか。火の玉の数を増やします。よしよし、頑張れ頑張れ頑張れ。誰も近づけるな。長さプラス 60%、 やば、そんな長くなっちゃうの。補助区内が見えてちょっと爆発させます。いけそう。ノーダメで。ワーニング、何ワーニング。あ、ボスみたいなやつが来てる。大きいの、やばい。爆発範囲増やそう。よし、あいつ体力やばいのか。やばい、どうしよう。やばい、あいつ到着して、あ、弱っ。何それ！もう一回回転してる。あ、すごい。めっちゃレベル上がる。え、3つもいいんすか？ 4 つも？やった！ダダサバイバー！ああ、間違えました。でもなんか似たような感じ、なんか夢で見たことあります。ああ、でも、ボス倒したらそれボーナスが手に入るんですね。なるほど。初めての金だ。いや、もう余裕すぎでしょ、ここまで行ったら。やばい！自分が強すぎてやばい。寄せつけない敵を。もうやばい。リスキルしてる。リスポーン。
はあの出現と共に死んでる敵が。いやこれ区内早めに強くするの結構いいな。わかんないです、今後何が強いかとか多分なんかあるんでしょうけど、なんか今俺の体感区内がマジで強すぎて、爆破区内がやばいね。誰もだって何人たりとも近寄れてないよ。に2個いっちゃってます。ありがとうございました。はい、じゃあラスト第5いってみたいと思います。いやーなんか序盤は苦しいね。強くなっちゃえばマジいける。お願いします。さあさっきは余裕だったが今回はどうなのか。いやザコ強い。区内3発当てないと倒せないのやばい。間に合うか心配。あ、ほんと大丈夫これ。大丈夫か。到着しちゃうけどマジギリだな。さあこの強化、どうしようどうしようどうしよう。キーか、間に合うかな。え、無理じゃね。やばいやばいやばい、これだ。やばギリまだダメージ食らってないけど、かなり苦しい。無理だ、絶対無理。うわー、なんかこれノーダメでクリアするとね報酬増えるんですよね。ああ泣いたわ。むずいわ。ってことはもっと初期の区内の強さを強くしないといけないってことか。そういうことですね。さあそもそもクリアできるのかできないかって話になってきたぞ。いやマジビギョーやばい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 。なんか鬼みたいなやつ超増えてきたし。なにこれ、日光、日光術いけんのか。おお忍びらしくない。突然レーザービーム出せるようになったぞ。やばい、でももう体力半分ぐらいでやばい。なにこれ、区内&日光術両方攻撃力上がるの。ちょっとここでボスか。いやボス勝てばなんとかなるんだろうな多分。やばいもう半分切ってる、やばい。よしコロコロのダメージを上げてちょっとなんとかしよう。やばいボスのヘビが近づいてきてます。マジやばい、1000切るとちょっと不安。こっち、やばいボスが近づいてる。やばいボスめっちゃ攻撃力高いとか。よっしゃボス倒しました。危ない。やばい、まず中ボス倒したらほぼクリアまであるけどね。これ確定で4回強化されるんかな。いやもうめっちゃ強くなっちゃいますけど、これで多分まず余裕です。え、回復できんの。何これ、火炎の区内、すごい。ファイヤー区内投げれるようになった。すごい、ジャパニーズ忍者忍び、いやーいや、まずボス倒したらもう勝ちです。本当にボス倒すまでになるべくノーダメでいきたかったなっていう感じではありますね。めちゃくちゃだよ、もうめちゃくちゃだ。雷落としてビーム出してかなり忍者から遠のいてきました。これが令和の忍者です。あんなにきつかったのもうちょっとだいぶ下がってきたもん、相手の前線が。これくらいは楽勝だからね。ギリだっただろう。はい、というわけでニャンニャン忍びいかがだったでしょうか。サバイバーよりちょっと動く必要がないので誰でも楽しめるような気がしました。俺なんかちょっとハマりそうで怖いですねこの手のゲームは。はい、ランキング上だったので間違いなくみんな遊んでます。ちょっと面白そうだったらぜひ遊んでみてください。というわけでこの動画が面白かったら高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。以上今日のセカンドチャンネルでした。バイバイ。